んたが五郎さん？の？あんたがあこち。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あー、ええってサインやったらなんぼでも書いてあるから。うちの考えすぎか。来ないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。例の人やな。何でもない。優しそうな人で安心したわ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減って。そしたら飯にしようか。何食いたいんや？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうや。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないとお話。当たり前やないか。学生が見たこともないような。ごほんまに？ゴロ。よっしゃ、ほな寿司屋に。はよ行こう。聞いたね、彼女できたんやって。何握りやしょう？ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対。いよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃん大学生にしたら随分慣れとるようやけど。まあね。毎日？なんや。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつで。いやいや、バイトっちゅうことは、つまり誰かから依頼されてや。聞いた話やと、女子大生にテレクラで男捕まえさせて、そのか。は？誠さんはそんな人とちゃうし。うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし。誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。ん？ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、今は取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああちゃうって。そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんや。ほんまに？まあそれが賢明やね。あ？それは一体どういう。はい、小肌。ああ、美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになり。ありがとうございました。ごちそうさま。おう。さて、腹ごしらえはすんだな。あ、うち今度はどこや。ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？行ったらわかるわ。ほら、はよい。しゃあ。ほな、行こか。
線行ってへんの？普段どこ通るの？UFO キャッチャー？なんやこれ？このボタンで中のクレーンを操作してな。こんなんが1回100円やと？アホらしい。ど何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやな。っていうかお金はうちが払うから。ゴロ、あ、誠さんのこと。しゃあないな。ほな、ほら、取れたで。めっちゃ嬉しい。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村はんのことなんやけど。こないなところで立ち話すんの？ま、それもそうやな。ほな、次はディスコ？あんだけ実はさっき電話で。いつの間に予約しとったんや。文句言わんの。連れてっ、うまか。はよ行こう。なんや、
せや。ああ、言うても二人で来たってしゃあないやろが、こないなとこ。そんな友達おらんもん。そうなんか。親と喧嘩して家出するような不良娘と仲良して止めてくれる子はめったにおらんし、今のバイトで知り合うた子とかもおるけど、普段せやからみんな仕方なく町で男捕まえて。牧村誠っちゅうやつはそないな行き場のない子が。せやけど中には危ね。せやからそのような人に会うたときはすぐに誠さんのポケベルに連絡入れん。ああ、そういえばさっきもそのようなことを言うとったな。強いなんてもんやないって。筋肉もりもりで背もめっちゃ高いし、大抵の人はカッコ見ただけで謝って逃げるわ。ほう。あ、うちを何やビップディスコに来たらやっぱり踊らな損やろ。そういう。ちょっと話してえな。やっと見つけたで。自分の出入りしそうなとこを片っ端から。何？とぼけても無駄やで。この前俺に散々怒らせた挙句、そろそろホテルに行く頃やっちゅう。あんたが悪いんやろ。うち見たんやで、あんたが飲み物に。なんや、今日はこの前の男はおらんのか。おらんのやったら読んでもかまへんで。あんた、なんとでもいい。待ちや。ああ、なんやわれ。何勘違いしとるんや。なんやとよ。ディスコ言うたら踊る場所やろ。女ナンパ。今から俺が手本見せてやる。アホ抜かすのも大概にしとけや、このボケ。そない。おう、待て。
ざっとこんなもんや。今たまたま俺がおったけど、いつでも例のマッ、言うても誠さん、いつもすぐ。そうなの？誠さんな、普段整体師やってはるの。ほんまか？そしたらそこ行ったら本人に会って。多分な。マコちゃん、今日は大きにな、ほんまに。あ、うちが言うたってことを内緒にしてな。わかってる、わかってる。そらそうやん、あの人。そら、さすがに褒めすぎとちゃうか。女に優しゅうするのも。そんなん絶対ないって。蒼天堀にはマコちゃん、男に騙されてひどい目合わされて自殺寸前のところを、花へええ人疑ったら罰当たるわ。でもただ一つだけ頼まれてる。うん、もしお客さんの中でコウモリの、コウモリの入れ墨をした男。うちも詳しくは知らへんけど、誠さん、誠さんから何か頼まれることなんてそれぐらいしかないから。なるほど、そういうこと。女を使って男。あかん、そろそろ次の人と待ち合わせな。次やと？まだ遊ぶんか。ほな、うちはこれで。たまにはうちに帰れ。気が向いたらな。てめえの金は俺のもんじゃ。なんなんや。
男やな。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺は客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。
せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。おい、すみません、怖くて、すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当にすみません。泣くなや。どこがおつらいんですか。え？さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え？ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。ダイヤマー！ちゃう、違う、言うとるやろが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。本当に凝ってますね。相当つらい。こんなに辛い仕事。俺は内緒や。あ、ごめんなさい、余計なことを聞いちゃいましたか。気にすんなや。ただ好きでやってる仕事とちゃうからな。私もこの仕事好きで始めたわけじゃないし、みんないろいろありますよね。せやな。私、お客さんが普段どんな仕事をしてて。ほう。ほら、姉ちゃんの話。そうですね、ジオか。最近。でも人と話すのが好き言うんやったら。私がですか。あ、いやいや、ああいう店に来る男、せやからホステスっちゅうのは。そういう。そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思う。お仕事。うん、そうなんですか。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長の。ここの店長って。店長ですか。なんや、その見た目は。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そのなんや、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。いや、そういう。でもあんなに強く指圧してるのに揉み返し。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですること。整体師としてもそうですけど。はあ、それに救われた。とにかく店長は私見たこと。おいおい、
客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか。相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか。ああ、そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。何してんねん、俺は。あれ、店長。え、いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。お、先週か。いらっしゃい。おお、これはお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。あれ、店長、ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思ってな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外針治療やってくれないんです。店長の針灸だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。ん、あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、針やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。早く買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこのお客さんのツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気をつけてな。早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。こういう状況も慣れっこっちゅうわけが。牧村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような敏郎の殺し相手ならなおさらや。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。おー、うりゃ、
ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もやお前。こっちのセリフや。なよ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンピラかい。ちゃんとお仲間呼んどったちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい店長、買ってきましたよ。あれ店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村まことちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろまこと。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。おれ、さっさと連れてけ。くせ、なんなんやこりゃ。おっと兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。それがどないした。中華はあれ何もやねん。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフやボケ。前あんたも死んどき。慕ってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな兄ちゃん。おう、やったれ。You're the hero!
いついたで。なんやわれ、どこのヤクザか知らへんけど。くそ、説明後や。とにかくここを離れるぜ。な、何？静かにて。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで！応援呼ばんかい！はい！厄介なことになったで。行くで。こっちやで。おい、危ないから後ろにおれ。今は自分の身を心配せえ。
し行くで。こっちや。あいつらどこや。おわ、見つかってしまった。Yeah!
っちや。はい。ない。行くぜ。ついてこいや。おい、危ないから後ろにおれ。じゃその代わりここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりと誠ちゃん捕まえて連れて行かせてもらう。何も言わん。何やと。お前は何も悪く。とんだ間抜けや。お前は自分が。おい、どういうことや。ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうして。始まりはアジア最大の歓楽街
カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは殻の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない殻の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長橘鉄。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。